皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は12月の19日土曜日ですけれども、天気予報の方は晴れと出ております。関東地方、だんだん寒くね、なってきております。まあ、暖冬なのかもしれませんが、寒くなりだすとね、またね、はっきりしない、この頃のね、天候ですので、急に寒くなるかもしれませんのでね、お気をつけください。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは芭蕉、今朝は63番目の句です。百里来たり程は雲居の下涼み。百里来たりほどは雲居の下涼み。1676年、芭蕉33歳の時の句です。それでは解説してみますね。百里ほど来たでしょうか、この辺りで雲の屋根の下で涼みましょう、と芭蕉は読んでいるのではないかと思います。今朝の一句なんですけれども、この句はですね、まあ、まずリズムからいきましょうか。リズムの方はですね、百里来たりと、これが、ちょっとね、上五には一文字字余りというふうになっております。そして中七ですけれども、ほどは雲居のと7文字で、歩道は雲居のと7文字ですね。そして下五、下五は下涼みと5文字きっちりで収まっております。下涼み、ですから今日の句は、上五がちょっとね、字余りという形になってしまうんですけれども、まあ、五七五としては、字余りの句という感じですね。そして意味ですけれどもね、百里来たりとなっております。一文字字余りなんですね。これでね、ちょっとね、中七が、分かりづらくなってるんですね。百里来たり歩道は雲居の下涼みということで、ちょっとね、あの三つのフレーズ五七五では、解釈しづらい句ということになりますけれども、まず百里というのは普通の百里です。江戸時代の方ですので、今で言う何メートルとか何キロとかそういう、単位ですね。で、百里来たところで、という意味だと思います。百里来たりという字余りで、ここで切れておりますので、百里ほど来たでしょうか。百里ほど来たでしょうか。ということなので、百里ほど歩いてきたとか、そういうことですよね。百里ほど、行ったっていうふうな言い方もしますけど、百里ほど来たところで、一休み、っていうことですよね。今でも言いますよね、何百メートルか行ったところで、ちょっと休みましょう、次の駅に来ましたとか、ここは三軒茶屋に来ましたとか言いますよね、三軒茶屋に来ておりますとか、そんな風に言いますよね。そういう
百里来たりですね。百里来たところで、百里ほど来たところでということだと思います。で、歩道は、とここでちょっとね、歩道はってたった3文字なんですけど、歩道は雲井のとこ2段になっちゃってるんですね。中七。中七はね、大体難しいんですけれども、まあ、歩道は、百里来た歩道はっていう感じなんですね。だから、ほどほど、百里ぐらいとか、北あたりとか、こう、はっきりしないほど、それくらいっていうことなんですね。だいたいそれぐらい、それほどっていうような、こう、尺度を測るときの、なんとかほどっていう意味です。だから、3メートルほど来たでしょうかねっていうような、そういう、今で言うとね、2キロぐらい歩いたでしょうかとか、そんなような意味で、歩道はとなっておりますので、百里来たり歩道はとなっておりますので、百里ほど来たでしょうかというふうなね、解釈でいいんじゃないかなと思うんですよね。百里も来ましたとかね、百里も歩いたとか、そういう始まり方ではないですよね。そういう、まあ、もうびっくりしたような感動的な、その、漢詩を使った、助詞を使った、こう、組み立てではなくって、歩道はとなってますから、だいたい100里ぐらい来たかな、というような感じなんですよね。で、雲井のって来ています。ここでね、雲井というのが、これがもうほんと俳句らしい、ちょっと素敵な言葉なんですけれども、この雲井というのは、意味的に、解釈するにはですね、雲ですから、こう、空ですよね。雲があるところは空ですから、空の方の、その雲のあるところ、ということで、遠くまたは高くて遥か離れている、遠く離れているところ、宮中だとか、雲の上だとか、時には都や皇居のことを指すということで、人から遠く離れた場所というようなね、遥か彼方で離れていてたどり着けない場所みたいな、そういうことの例えに使われたりするわけなんです。で、まあ、空の下というようなね、いう意味ではあるんですよね。だけれども、雲井というくらいですから、雲の高いところ、空の高いところには、雲が出ている。まあ、雲が出ていないときに、その、雲よりも上の井です。雲の井。ですからね。ただ雲じゃなくって、雲の下でといえば、ただ雲が出ていて、ちょうど雲にお日様がね、隠れているので、ちょっと一休みしましょうっていうような、まあ、直訳するとそういうような意味なんですけれども、ちょっとペンが薄いかな。雲い、雲のいとこう書くんですね。雲が出てきたので、ちょっと、休んでいきましょう。というような意味なんですよね。百里ぐらい来たでしょうかね。この辺で、雲の下でちょっと涼んでいきましょう。というような意味なんですけれども、その雲いっていう字を使っているというところから、この場所がね、わざわざ、この俳句に読んだ思いというのが何かというのをね、ちょっとね、考えてみたいと思うんですね。雲、この雲です。そして井戸の井、雲井なんですね。これは、まあ今のも使うんだけれども、日常的には今はそんなに使わないですよね。その雲の高いところ、雲の上、天井人、今の人で言う、よく言う、天空っていうね、
よく使いますよね。天空の城ラピュタなんていうのが流行ってから、天空という言葉、割と日常的に使うようになって、この頃天空という言葉をよく使いますけれども、まあそんな意味なんですね。で、天空って言ったら、やはり曇りという字の持っているそのニュアンスとちょっと違って、で、ぽっかり雲が浮いたりしてなくても言いますよね。天空って真っ青な空でも、もう遥か高い上の方に小さく見えたりすると、天空に何か飛んでいるとか言いますよね。ですので、意味合い的には微妙に違うんですが、でも雲いっていうのは今ほとんど使わないので。どちらかというとイメージ的には天空だと思うんです。だけど天空だと天空の空の下でってまたね、二つこう説明しなきゃいけなくなっちゃいますから、場所はここで曇りという言葉を使っているということは、ちょっと雲が出てまいりました。上の方に、高いところに、空の彼方にちょっと雲が出て、お日様がね、今隠れて、少し涼しいので、この涼しい合間に少し休んでまいりましょう。というような、旅の途中の句ではないかなと思います。まあ、そんなようなところで、ほどというね、ちょっとこう、ほどという言葉のニュアンスと、それから、曇りという、言葉のニュアンス、曇りというのが現代ではあんまり普段日常的には使われなくなっていますが、この言葉のニュアンスをね、ちょっと汲み取って、百里ほど来たでしょうか。この辺りで雲の下に少し涼んでまいりましょう。というような、そういうこう柔らかい、ちょっとこの辺で、あ、お日様が隠れましたので、ちょっとその間にこの隙をちょっとだけの間涼んでいきましょうというようなね、そういうようなちょっとこうほのぼのとした、旅の風景を思い浮かべていただけるといいのではないかなと思います。厳しい山をね、登ってる途中のような言葉のニュアンスはないのでね、そんなような、ちょっとね、こう、ほどっていう言葉のね、ニュアンスを汲み取って解釈して良いのではないかなと思いました。それでは、今朝の一句、場所63番目の句をもう一度ご紹介いたします。百里来たり歩道は、曇りの下涼み。百里来たり歩道は、曇りの下涼み。1676年、芭蕉33歳の時の句でした。それでは今朝の一句、また明日。バイバーイ、さよなら。